ね、クリームといえばクロスロードが有名ですけれども、うん、まあ何を隠すあれはカバー曲、そうですね、ロバート・ジョンソン、ロバート・ジョンソンで、まあそういうなんだろう、有名な曲って他にもありそうだよね。思いつくのある？違う、まあカンニングしちゃってるけどさ、あれだよね、そのいわゆる何だっけ、その サンシャインブラブ、うん、うん、あれさ、だけどさ、クラプトンの曲を地味編がやってるけど、俺結構あれのインパクト強い、あの出てこない、なんで出てこないんだよ、バディガイ、えバディガイサンシャインやってるから。え、そうなの？うん、なんかにも収録されてる？どうかな、なんかライブの時にやってたから。うん、ライブの時にさ、モノマネコーナーあるよね。 あるあるあるその時にやってた、やってた、やってたでしょ、うん、まあそういうのはよく、だってやっぱりカバーってブルースの曲なんかだとみんな、そうだよね、ね、ストーンズなんかだってそもそもカバーバンドだったんだからさ。あ、そうなんだ。そうだよ。で、ビートルズが自分たちで書いて、あれだから、マネージャーに言われて、ミック・ジャガーとキース・リチャーズがアパートにもう缶詰にさせられて、2人でひねり出したっていうのから始まった。ブルースをさ、なんかこう、変化させるっていうこと自体が、そのロックの曲を作曲するのと同じような価値を持ってるって感じだったよね、うん、特にイギリスの、あのイギリスのああいう白人の若者、当時の若者はやっぱりもうブルース大好きで、それをなんとか自分たちでやるっていうので、だからすごいみんなそこから始まったみたいな。でもパッとすぐにこの曲ってのがなんか言えないのがちょっと悔しいけど、いっぱいあるよね。いっぱいあるんだけど、じゃあって言われた時に、だってクラプトンって必ずアルバムの中にブルースカバー入ってんじゃないの、うん、あ、いやだけどさ、ブルースはさ、ブルースとして、例えばクロスロードなんてもうさ、アレンジがすごいじゃない、似ても似つかないもんね、ん、似ても似つかない、そうそうそう、だから原曲からなんていうか、イメージだけ、イメージとコード進行だけもらってきといて、歌詞とだけどいじっちゃってるっていうのに、昔のイギリスのバンドいろいろあったような気がするんだけど、じゃあロバート・ジョンソンの曲なんて、それこそ、うん、もちろんクロスロードもそうだし、そのストーンズのラブインベインなんて、多分ロバート・ジョンソンは私あのレッド・イット・ブリードで知ったから。あ、クリームだって言えばロバート・ジョンソンに限らず、そのクロスロードでしょ、うん、アイム・ソ・グラッドでしょ。アイム・ソ・グラッドも全然原曲違うよね。スプーンフルも全然違うじゃん。違うね、うん、あとあれよ、あの、あ、出てこない、ストレンジ・ブルーは、あれオリジナル？わかんない、あれはカバーじゃないよ、カバーじゃないのか。オーアンダーバッドサインはやってるけど、あれはちょっと原曲に近いものがあるけどね。だからパッと思いつくかぎり、そのアイミソグラッド、クロスロード、スプーンフルあたりなんていうのは、今リキさんが言ったようにもうほとんど新曲みたいな、ね、あれはもうさ、オリジナルと言ってもいいよ ね、 そうだよね、今の世界でオリジナルじゃないな、うん、ドミノスがカバーしてる曲ってキー・トゥ・ザ・ハイウェイとリトル・ウィングカバー、うん、って、うん、あとなんかハビー・エバー・ラブ・ドーマン、あ、そうだそうだ、でもハビー・エバー・ラブ・ドーマンはどうなのかな、結構フレディ・キングじゃないの、その3曲、うん、ドミノスのカバーって、あ、いや、イーストゥ・レート、あれはカバーだ、なんとかコックスって人だから、あ、そうだそうだ、ブルース、イーストゥ・レートはそうだ、あれブルースの曲だ、そう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 だそうだ、うん、あれはレイユ・ドーええ何何あれ俺たち一緒にやってるじゃん、ドミノス、ドミノス、レレ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 今のノバディノスだった、あれもカバーそれでしょ、あれ誰のカバー、あれそれこそなんとかコックスだったっ、今度さ、よもやまでさ、隊長の口ずさむのを当てる、うん、誰もわかんない、今の難しかったね、今難しかった、難しかったね、だあれもいろんな歌い方とかあるけどね、エレキバージョン、今のは難しかった、今のかなり難解だったしばらく聴いてたけど絶好調だったね今ね極みに入ってたねすごかったな今のは、あれはさ、前も
ったっていうか、いつも言ってるけどドミノスバージョンがあんなにいいのになんで最近あの手拍子ソングになっちゃったんだろう。まああれだよ、アンプラグドだから。アンプラグドはさなんかね嫌いじゃないんだけどもういいかなって感じ。やってますけどね、オズワルド。アンプラグドの中でいい曲もちろんたくさんあるけど、だからノーバディーノーズとかレイダーはもう絶対ちょっと私は NG なんですよ。エレキバージョンでもひどいのあったけどね。ひどい例になったよね。あったあった。ああいうね、今のも難しかった、ね、いや今私ちょっと分かった、分かった。それはほらドゥ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 じゃないの。それだからドクタージョンのって俺のが今言ったのが近いと思うんだけど、いや今そのヒントがいっぱいあったから、ドゥドゥドゥってあのドクタージョン、ドクタージョンじゃないや、レイラみたいなあの大名曲のあの素晴らしい曲をどうして、本人だから許されるけど、どうしてああいう風にするかなって、蹂躙してるっていうか冒涜だよ、冒涜だよ、レイラ冒涜説だよ。もうカバーとは言えないね。もうコンサートでもうあのアコギコーナーで始めるとがっかりすんのまああれもセルフカバーという意味じゃカバーだね。うん、あれは良かったんじゃないの、あのなんだっけ、クルセダーズのジョーサンプル、ジョーサンプルとやったやつ、ジョーサンプルとノーバーでやったんだけど、そうだっけ、そのピアノレジェンズじゃなくて、うん、来た時、一緒に来た時ね、うん、1曲目だったんだけど、ああ97年のね、うん、俺はそんなに、あ、ていうか俺は別にそんな綺麗じゃない今のノーバディノーズはなんかね、別だよ、もう別の曲っていうか、なんかもうあの切ない悲しいかけらもない曲になっちゃって、なんかのどこどこそこはかとなく能天気だよね、うん、そうそうそう、だからもうみんな手拍子で、まあクラプトン先生自体がお金持ちですから、ね、なんか座敷の宴会で酔っ払った部長がやりそうな感じの、うん、だからお金がなくなったらみんないなくなるんだけど、クラフトの場合お金なくなる心配全くない。そうなんかね、すげえ身につまされてるらしくて、うん、好きなんだよね。好きなの。歌詞が好き。ノーバディノーズがね。いやだから勢いがあるときはみんな寄ってくるけど、勢いがなくなるといなくなるったらもう本当にそうだから。うん、私ほらロリー・ギャラガーなんかでいろんなブルース。ロリー・ギャラガーのメッシング・ウィッツ・キッドとか。メッシング・ウィッツ・キッド。テッテッテテ。あれ死ぬまでにやれるようになりたいんだけどな。ディ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 。違う。それは原曲の方ね。違うんだ。それは今日ね、俺が帰ったらぜひ聴いてほしい。あれ、聴かなきゃダメだよね、あれ。必聴版です。ライブインヨーロッパの1曲。あ、でも、下手すると聴かしちゃうと、ウルトラ警備隊でやっちゃうかもしれない。俺がやろうとしてんのに。俺先やろう。あ、もう次の企画だ。あ、でも間に合わねえな。もう曲決めちゃったしな。その次のステップであれやろう。テレテレレーデンって。そう。あ、でもあのリズム隊ちょっとどこ食ってるじゃん。まあいいや。はい、それで。だから、あれだよね。そういう、あの頃の人たちがいっぱいカバーしてるじゃない、いろんな曲を。ハンブルパイなんかも結構あるんじゃないの。あ、どうかな。ハンブルパイはやってたっけ、なんか、アイドンリーのドクターもあれも人の曲だよね。あ、そうか。うん、もちろんストーンズもそうでしょ。ストーンズもいっぱいありますね。まあ人の曲のカバーっていう意味においてはさ、うん、ザ・ナイスのあのアメリカのカバーとかさ、イエスもやってるけどね、さっきお歌になられたじゃないですか、タララ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 ラウエストサイドストーリー、それをあのイエスとかナイスをやってるんですよ。ナイスがさ、あれやった時さ、アメリカの国旗を燃やしたのよ、うん、ロイヤルアルバートホールで、うんうんうん、で長いことキス・エマソンはアルバートホール出入り禁止だった。出入り禁止だったよね。そうでね、はい、いろいろと調べたんですけど、例えば、うん、まあ、さっき出たけどクラプトンのサンシャインラブを地味編があの歌なしでやったやつだったりとか、あとお返し逆にどっちが好きなんだろう、地味編のリトルウィングを。いやだって地味編のリトルウィングをクラプトンがやったやつは
ジュミヤ聞いてないんだよ。死んじゃったんだよ。あ、そう、うん、そうだよね。間に合わなかった。いないもんね。これだいぶあれだよね。雰囲気違うよね。リトリーの、ね。だからどっちでやりますかっつって、比較的73でジュミヤのやりたがるよな。クラフトンって言うと、えってなる人結構いる。そうなの、うん、うん。圧倒的にジュミヤの方が多いと。俺もそうなんだけどね。そうジェフ・ベックとスティービー・ワンダーのね、スーパースティションとか、ね。あ、スーパースティション。あれ最初、ね、ジェフ・ベックがさ、もらったのにさ、スティービー・ワンダーが最初に先に出してヒットさせちゃったんだよね。だから、もともとは、まあ、スティービー・ワンダーが書いたんだけど、本当はジェフ・ベックの曲にが先に出るはずっていうかね。こうだからまあカバーっていうかまあそういうジェフ・ベックがカバーみたいになっちゃったけど、でお詫びにジェフ・ベックに書いた曲が悲しみの恋人たち、結果オーラだよね、うん、まあね、あれもなんかな、うん、え、あ、そうなの、悲しみの恋人たちは私なんかなって感じ、あれぞベック節だよね、あー、トミーも得意なんだよ、そうなの、そうよ、トミーって地味は好きなんです、あれジェフ・ベック好きなんです。ジェフ・ベックがさ、アンコールとかでよくさ、あれを弾きながらさ、こう歩きながらこう出てくる流しのおっちゃんがさ、なんか演歌です。あのね、俺それ言ったらあれ、ゲイリー・モアのパリの散歩道。あれがダメなんだ。私あれ意外と好きだよ。あ、そう。うん。あれ出た時シングル買ったもん。へえ。またあとスティル・ガッド・ブルーズだね。ああ。スティル・ガッド・ブルーズバンドでやったことあるよ。ほんと？うん。ウケるよ。そうね。あとさ、俺、フィーリング・オールライト。うん。あれはスティービー・ウィンウッドじゃなくてなんだっけ、トラフィック。デイブ・エイソンの曲だよ。トラフィックだっけ？の時にやってたよ、ね。一番最初がトラフィック。そう。で、ジョー・コッカー、デイブ・エイソンの順番？いや、デイブ・エイソン、ジョー・コッカーし。そうなんだ。うん。でもさ、そうなの。ほら、あの二人も仲悪かったから、ウィンウッドとデン・メイソンがめちゃくちゃ仲悪かったのに、やっぱりあの曲は絶対ウィンウッドはやるんだよね、ピリン・ローライト、そう、それでデン・メイソンはギミさん・ラービングやってんだよ、そうそう、ミスター・ファンタジー、なんかね、お互いになんかあいつは気に食わないけどこの曲はやっぱりすごいっていう感じなのかなと思って、なるほどね、うん、でもさ、結果的にさ、一番メジャーなのってジョー・コッカーバージョンじゃない？そうなの？そんなことない？いやいや、そんなことないと思う。そんなことないと思うよ。うん、なんか一番、俺的には馴染みがあるんだけどね。ジョー・コッカーといえばあれじゃない？ With a Little Help from。 ああ、そうだね。カバーね。あれがすごい有名だよね。あんまり危ないんだけどさ。ジョー・コッカーといえばクリス・ステイントンと幼馴染で。うん。二人は。グリスバンド？そう。で、2人は幼馴染で一緒にロンドンに、初めて田舎から出てきた時が一緒にロンドンに行ったらしいよ。 You are so beautiful for me I love you forever 次行こうかでさ、俺確かめたわけじゃないんだけど、世界で一番カバーされてる曲ってサムシングなの？え、そうなの？一番かわかんないけど、うん、なんかね、すごいよね、信憑性ないんだけどすげえカバーされてる曲らしいなっては聞いたんだけど、でも俺全然知らないんだよね、サムシング、他のビートルズ以外で歌ってる人、普通の人って言っちゃあれだけどさ、ロックじゃない人がいっぱいやってる、あー、ジャズの人とか、そういうことか、あと、なんかムード歌謡じゃないけど、それってなるほどね、すごいカバーされてるよね、あれもね、そっかそっか、そういえば Don't think twice it's alright ボブ・ディランのね、うん、最高じゃん、クラプトン、うん、ね、あのソロすごいよ ね、 ね、あれも結構カバーされてるの？いや、クラプトンがカバーしてるわけじゃん、ディランを、ディランの曲でしょ、うん、あ、今テーマとしてはそのカバーをたくさんされてるっていうところがテーマだったのね、うん、そういうわけじゃないけど、うん、あの他のアーティストがね、あの元素を取り入れてるって話だからいいんだよ、それで、まあ、そう、うん、まあまあ再現なくあると思うけどね、そうね、エアロスミスのトレインキープトローリングとかね、ああ、あれは何、原曲とやっぱりかなりいじってんの、
はあ、どうだろう、うん、あれって何、どこ、誰、ヤドバーズなんだっけな、いや、なんか全然私職業ライターだかなんか50年代だかなんかそういうロカビリーだかなんだっけ、なんか私はよく知らないその人たちのこととかその人たちの他の曲は知らないけど、やっぱりあれはヤドバーズで出てきて、それで歌詞を変えてストロールオンっていう曲にもなってる。なぜかレモンティーとかね、レモンティーとかね、あ、そう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 、あの確かあの映画があってジェフベックがギターぶっ壊すシーンがある、うんうんうん、あれはストロールオンでクレジットされてる、ね、そうなんだ、なんか権利関係とかなんかいろいろあるって聞いたことあるんだけど、まあセッペリンもあるよね、いっぱいね、セッペリンは 山ほど、この間も言ったけどほらパクってたからさ、いっぱいデイズダンドコンフューズとか、いや1枚目からそうだね、うん、ちょっとここで言いたいのがあれだね、ボニー・レイトの、悲しき山本だっけ、あーザーロンガワンワンワンダってさ、ね、ロックンロールの名曲がなんかブルースになっちゃった、ね、知らない、それぜひ今日帰ったって、あれは聞かなきゃダメだよね、すげえかっこいいんだよボニー・レイトの、分かって、あのなんかこうシュッとしてる頃じゃなくてもうポチャッとして可愛らしい頃の、あれにやられたね、あれでしょ、声もいいもんね、そうドスの聞いたちょっとしゃがれた声でね、でも可愛いんだよ、それの悲しき山本はね必聴ですね、うん、忘れちゃうと思うけど、あとで YouTube でさ、ロリー・ギャラガーとボニー・レイト、あのボニー・レイトね、ボニー・レイトの悲しき山本、うん、でも本当ブルースなんかだともう数限りないって感じだからさ、うん、でも意外な人がいろんな意外な人のカバーそういうのもあるし、あと絶対この人の代表曲だみたいなのを実は他の人が書いてるみたいな、あのジョン・ジェットの I Love Rock and Roll なんて違うもんね、そうなの、 I Love Rock and Roll あれだよね、あの人だよね、死んじゃった、エイズで死んじゃった人、そう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 、エイズじゃねえと、あのコロナで、コロナで死んだ人、あれだよ、アラン・ミルで、うん、ウォカ・コリンズの、あ、うん、そう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 、そうしいなよお前一人って、これアラン・メリルのオリジナル関係ないんだよ、アラン・メリルは本当にジョン・ジェットに感謝してて、ジョン・ジェットがカバーして大ヒットしたおかげで、で必ずジョン・ジェットってライブでもやるんで、そのおかげで僕は好きなことがやっていられるんだって言ってたって、ほら印税がいっぱい入ってくるじゃない、で JJ ケールもいやこの曲のおかげでこのギターが変えたよとかってね、アフタミーで、うん、言ってたけど、コカインとかね、うん、だから JJ ケールは結構いろんな人がカバー、他のレーナードとかもそう、カバーされてると思うんだよね、うん、だからやっぱクラプトンがカバーしてあの2曲っていうか、まあコカインだよね、必ずほとんど今でも必ずぐらいコンサートでもやるし、だからライブ版も入ってるし、だからだって昔めちゃくちゃボロいギターとか使ってるもんね、この間のツアーで L5 ギブソンのあれ本当にヴィンテージの本物の、あ、クラプトンが、うん、うん、やつで JJ ケールの家に行った時にもらったらしいんだけど、あ、JJ ケールにもらったの、うん、そう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 、あ、JJ ケールが印税で儲かっちゃったから、うん、多分じゃあ公開するよみたいな、うん、っていうかなんかね、多分誰かが言ってた、家に行ってそこら辺に転がっててこれ弾かないのって言ったら弾かないって言って、じゃああげようかみたいな日本にもし来年来るとしたら持ってくるかね、あんなものを日本まであるんじゃないの、だって日本好きだし、ね、レディーンザバルコニーのあたりの曲ってやるのかね、もし来たら、ああでもさ今やってないでしょ、あ、そうだね、やってないね、ほとんど、うん、だってオープニングティアリングサーパートだよ、何考えてんだろうね、バンドでやってますけどね、この前さ亀井くんがライブでやってくれたけどさ、うん、あのビリーブインライフとかさ、いいね、あとなんだっけバックホーム、うん、バックホーム良かったね、ちょっと俺感動しちゃったんだよねあれ、うーん、クラプトンやってくんねえかな、亀井くんあの路線いいな、うん、普通のやつよりなんか普通のやつも悪くはないけど、なんかすごく良かったね、歌がいいんじゃない、歌がいいのかもしれないし、
あのギターも歌もすごくバランスよくて、そうなんだ、あの時はすごいアコースティックなんだけど、うん、すげえ様になってる。なってたね。一人でやってんだよ。えー、まあ、ドラムいたけど、あの人江さんね。ね、今度来たら何やるんだろうね。ねえ、テレ朝パートやりそうだよね。クイーンオブスペードはやんないで来るのかな。スカイズクライム。ねえ、今はねえ、だからあれで来てくれればいいけどさ、スカイスカイやってほしい。クイーンオブスペードに戻ったら嫌だよ。いやもう歌詞変わっただけで一緒でしょ実態は。いやでもいいの、だってそれだったら他の曲だってさあのいっぱいあるじゃない、あの曲に変わりそうな曲って。まあね、うん、今度クラプトン来たら全部行く。もちろん。そのためにもうあれだもん、貯金下ろしてね、だって自分の今の収入じゃ買えないでしょいくらだと思うチケット代。2万ぐらいいくかね。じゃあすまない。なんかさ、わかんないんだけど、例えばブラッククローズ1万3000円とかね、うん、チープトリック私今度行くんですけど1万1000円とかそのぐらいなんですよ。ああいうロックバンド。じゃあ1万6000円ぐらいかな。だけどスティング3万5000円、うん、えそうだよスティングって。じゃあクラプトンも3万超えるね。だからクラプトンがどっちのあれに入るか。ブルーノマーズ何一番いい席17万、東京ドーム3日間売り切れ。だからなんか今すごく思うんだけど、ああいうロックバンドはそんなに取らないけど、チケット代は異様にみんな高い。まあ円高ってのもあるよね、うん、あ円安円安あガンズとかはいくらか分かんないけど、でもじゃあちょっとそんな全部いけないかもしれない。クラプトンが2万円だとしたら5、6回やるでしょ。まあ、そんぐらいはなんとか。まあだから10万か。10万、そこで10万かかるんだったらもうちょっと足してギター書いてるな。そうだって行かないでしょ全部。全部は ね。そうなんだ。初日と最終日って言ったよね。行くとしたらね。